12月18日のリビングライフの時間です皆様いかがお過ごしでしょうか私はウエスリアホーリネスの玉川キリスト中央教会の牧師本間と申します今日は怠惰と憎しみではなく誠実と乳和を身につけましょうというタイトルで新元の26章13節から28節の御言葉を読んでまいりたいと思います 信玄、二十六章、十三節から二十八節。怠け者は、道に獅子がいる。広場におじしがいる、という。戸は蝶津街で、向きを変える。怠け者は、寝床の上で。怠け者は、皿に手を伸ばしても、その手を口に持っていくのを面倒がる。 怠け者は、良識ある答えをする七人の者のよりも、自分を知恵のある者と思う。自分に関係のない争いに生きり立つ者は、通りすがりの犬の耳をつかむ者のようだ。気が触れた者は、萌え木を死の矢として投げるが、隣人を騙しながら、ただ戯れただけではないか、という者も、 それと同じ。焚き木がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がいなければ争いは止む。炭火に炭を、火に焚き木をくべるように、口論好きな人は争いをかきたてる。陰口を叩く者の言葉は、おいしい食べ物のよう、腹の奥に下っていく。 燃える唇も心が悪いなら質の悪い銀を塗った土の器。憎んでいる者は唇で身を装うが心の内に欺きを潜めている。声を和らげて語りかけてきても信じるな。その心には七つの意味嫌われるものがある。憎しみは うまくごまかし隠せても彼の悪は集いの中で現れる。穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。偽りの下は虐げられている者を憎み、滑らかな口は滅びを招く。 今日の読まれた御言葉も怠け者というですね言葉が何回も繰り返されましてですね、えー、読んだり聞いたりしてこうドキッとしてしまう私はあ怠け者だなんてですねやはり思ってしまうかもしれませんけれども全体としては、えー、口で犯す罪に対するまあ戒め警告であるというふうに言えるのではないかなというふうに思います特に、えー、心を向けたいのは22節ですね。 陰口を叩くののの言葉は美味しい食べ物のよう腹の奥に下って,いくっていうですね本当にこう少し皮肉のように感じるような見言葉だなと思うんですけれども人を悪く言うこと、うん、それが良くないということはどこかで私たち分かっているんですけれどもですねでもこう、えー、話していて誰かの悪口になってしまいそれがどん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 エスカレートするとね。 まあ楽しいとかですね、そういうことではなかったとしてもですねこうやはりその時に積もり積もっていたですね、不満がこうバーッと出てしまってですねそしてそれが本当にこう止められないようにどん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 言うっていうようなことが私たちの中にはある皆さんもきっと経験があるのではないかなというふうに思います。 陰口は言わない方がいいんですけれども、言うべきではないんですが、しかしですね、ついつい言ってしまう。もしくは言い始めたら止められない。もうみんなでですね、それが盛り上がってしまってですね、そこにいない人の悪いことをたくさん言ってしまう。 まあちょっと楽しくて盛り上がってもですね後で非常に「なんであんなに言ってしまったんだろう」とか自分の言ったことがですねここから伝わって本人に届いたりしないだろうかなんてことで不安を感じるなんていう経験もきっと私たちはあるんじゃないかと思うんですね。人とこう新しく人間関係を作っていくとか。 もしくはあまりこう普段会話をしない人と話す時にですねどんなことを話そうかなっていうことでいろいろと迷ったり困ったりする経験もあるかもしれませんそういう場合にはまず天気の話をするとかね、まあ、そんなことがありますけれどもえまあ私の狭いですねこう経験の中で感じることはえ共通のまあ知り合いについての話をすることによって 何かこう人間関係を作っていこうう、ととするというです、ね、そういうやり方っていうのが私たちの中には少なからずあるんじゃないかなということですねもちろん共通の知人をですねこうそのことを媒介に何かお互いの関係を深めていくってことは決して悪いことではないと思うんですけれどもで,す、ね、でも何かそ,のそれがやがてその人の悪口になったり。 もしくは、えー、ですねこう、初めからそのあまりいい良い印象を持ってないけれどもとにかく話題のためにそれを挙げてですね結果的には本当にこう、えー、悪口合戦のようなそのようなことになってしまうという形でですねとにかく人間関係を作っていくというか最初の出会いのきっかけを作ってしまうというようなことがやはり私の経験している範囲の中でも少なからずあるということですね。まあ、それはととても残念なことであります。 そういうい話あんまりしたくないなと思ってるとですねなんでそういうことを言ってくるんだろうっていうことでですねな逆にこう向こうはそれで一生懸命ですね話しかけてくるんですけれどもこっちがなかなか会話が弾まないですね、まあ、本当にそういう場合私もですねこう誰も傷つけずに嫌な思いをしないこうでもうまくですねこういろんな会話をしていく力それこそ知恵ですねそういったものが欲しいなというふうによく思うわけですけれども。 でもそれは単にそのような形で人間関係を作るということでなかったとしてもですねでも私たちの本当に教会の交わりの中であってもですねそういうことがとと話しししに出て、そしててそ盛り上ががっままうことがあるかもしれません。最初から悪口を言おうと思って会話を始めるということはあまりないかもしれませんけれどもでもですね、えー、誰かそこにいない人の話をしているうちにでもこういう面もあるああいう面もあるとか昔ああだったとか。 私はこう言われて辛かったとかでそういうことが出始めるとですねまたそうだよね結構あの人はああいう人だからねとかですねまあ、そんなことをやっぱり言って盛り上がってしまうということがまあ現実にありますね私も経験がありますし見聞きもしますしもう教会に来ても教会の集会に来てもそれしかも会話がないんですかというふうにですねまあ、言いたくなるようなそういう場面も少なからずあるわけですですから私たちは この御言葉をもう一回心に留めたいと思うんですね陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のよう腹の奥に下っていくそれは美味しい食べ物のようなんだとなかなかやめられないということですよね本当にそのことを心に刻みたいと思うんですねヤコブ書にこのことをよく言い表している御言葉がありますヤコブ書の3章2節ですもし言葉で 過ちを起こさない犯さない人がいたらその人は体全体を制御できる完全な人ですと私たちは口で過ちを犯さないということはなかなか難しいんだとだからしょうがないだから言ってもいいということではないですよねここでもさまざまなその口で犯してしまう罪についての警告が記されているわけですですからそれを、えー、しなくてもいいように神様により頼んで そそれこそ愚か者としてではなく自分の愚かさを知って神様により頼む者としてですねそのような口の災いから免れるようにということを祈っていきましょうとそれは単にそれを言ってしまって自分の愚かさを明らかにするだけでなくいろんなものを破壊していくわけですよね。そのようなところから始まった会話が噂として広まってですねこんなことを言われているらしいと。 ね、そんなふうにして相手に伝わった時に相手が傷ついてしまうわけです。教会でここんなこと言われたって、ねまあ、それこそ率直な愛の言葉として信玄は率直な愛の言葉を私たちに勧めていますから率直な言葉としてそれを本人に伝えるならばそれはそれでいいかもしれません。そのようなななことを言えるる間柄であららばなお素晴らしいことでありましょうしかしですねそうではなくて単なる教会の人たちにあんなこと言われてしまったというようなことが噂として 伝わるようなですねそのようなやはりあり方は私たちは本当にですねなされてはならないそれが起きないようにそのことはですね本当に私たちが祈っていかなければならないことだなとそのように思わされますななかなか口を制御することはできませんそれができるならば体全体を制御できる完全な人なんだとだからこそ神様の助け神様の守りですね 本当にそのことを私たちが祈っていかなければなりません人間関係の多くはですねそういったこと,ところから崩れていきますし信頼関係もそういうところから崩れていきますねですから私たちが何か自分たちが外からのそういうですねものにから守られるようにということだけでなくですね本当にこう私たちの内から出てきてしまうですねそのような良くないものを神様が取り除いてくださってそのようなことからも守られていくようにと 祈って進んでいく日々でありたいと願います。 今日のこのリビングライフのですねこの、えー、12月18日の分の一番最後にですね、えー、御言葉の一節の目想というコーナーがあるんですがちょっとその文章を紹介したいと思うんですね言葉は細胞が分裂するように別の言葉を生み広がっていきますそのため悪い言葉は別の悪い言葉を生み悪い身を結びますまた人を苦しめ罪を生みます自分の言葉が 争いとと和解、傷と回復、「善と悪罪と清さのうちどちらの実を結んでいるか一度確認する必要があります」「良い言葉は別の良い言葉を生み良い実を結びます」「神に喜ばれる清く美しい言葉には愛と命があります」と書かれてあります。 私たちもですね、そのような本当に、えー、神様が喜ばれる、良いですね口からのまた身を結ぶお互いにならせていただけるようにですね、主にへり下って、えー、祈りつつ進んでいこうではありませんか。お祈りを捧げます。主よ、怠惰な首輝から抜け出せない愚かな私をお許しください。主が与えてくださった日々の生活の中で忠実に主に、 使えるることができるようにしてください噂話や争い事によって共同体を苦しめず他人に関して語ることを楽しむ悪い世の流れに従わず主の言葉を語る者とならせてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン